ガニング・ベッドフォード・ジュニアは、アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン出身の弁護士、政治家である。連合会議大議員となり、1787年のアメリカ合衆国憲法制定会議でも大議員を務めた。アメリカ独立戦争で大陸軍の士官を務め、デラウェア州知事となったいとこのガニング・ベッドフォード・シニアと、しばしば混同されている。ベッドフォードは、 ニュージャージー大学を卒業したデラウェア議会議員に選ばれた1784年県事総長に指名されこの職を5年間務めた連邦政府において小さな州が大きな州と陽動な権限を持つことを最も声に出して支持するものであった地方政治における経験や連合会議に勤めた経験からデラウェア州のような小さな州の政治的及び 経済的脆弱性について多くを教えられた。より強力な隣人に対して小さな州の利益を保護するために強い中央政府の創出を望んだ他の小さな州の代表とは異なり、新政府の権限を制限することを求めた。しかし、代表官の論争がフィラデルフィア憲法制定会議を難破させる恐れが出てきた時に地域的な利益を横に置いて、 国のために良かれと妥協を求めた。気象の激しいベッドフォードは、強力で人口の多い隣人に支配される可能性の強い連邦政府において、小さな州の運命を特に心配しており、フィラデルフィアの大議員たちに、小さな州は自分たちを守るために、外国の同盟を求めなければならないかもしれないと警告した。ベッドフォードの、小さなところはもっと名誉を重んじ審議もある外国の、 同盟者を見つけるかもしれない。彼らを自らの力で連れてきて正義を行わせるだろうという脅しは他の大議員からは裏切りとして怒号を浴びて黙らされた。当初は単に連合規約の改定を求める者たちに組みしており、ある大議員が主張したように完全な州の合同体と単なる州の連合との中間の形はない。完全な州の合同体は問題外であり、 単なる州の連合では完全にではないまでも平等な主権を持ち続けなければならないと信じていた。しかし、新しい憲法を起草するという考え方が認められると国の議会では各州に平等な代議員数を当てがうという計画であるニュージャージー案を指示した。これはデラウェア議会がその代議員たちに妥協してはならないと指示を与えたポイントだった。ベッドフォードは 行政府の権限を強く制限することを要求し、衆議会による連邦判事の指名を含め、各州が国の立法府や司法府を密接に支配し続けられきる手段を推奨した。ベッドフォードのこれらの考えを主張する演説を聞いたジョージア州の大議員、ウィリアム・ピアスは、ベッドフォードのことを大胆な演説者であり、大変異厳があり、印象的なやり方だが、 気象は熱心でせっかちであり、判断は無効水だと表現した。ベッドフォードは会議が進むにつれて自分の立場に頑固に執着していることは連合を危険にさらすことになると認識し、より柔軟な姿勢を取ることにした。コネチカット州の提案する大妥協案を起草する委員会に出席することを認めた。この案は異論の多い代表者数の問題を落ち着かせ、 会議が政府の新しい案を認めることを可能にした。ベッドフォードはデラウェア州のアメリカ合衆国憲法批准会議でも大議員を務めた。ベッドフォードやジョン・ディキンソン、リチャード・バセットその他の努力のおかげでデラウェア州は合衆国憲法を承認した最初の州になった。1789年にはデラウェア州県事総長の職を辞任した。 法律に関する知識で広く尊敬されていたので、デラウェア州の上院議員や憲法に署名した仲間であるジョージ・リードやリチャード・バセットに求められて当時検討中であった連邦司法制度の組織に関する法案を審査した。ベッド・フォードは当時の最も重要な法律の一つである1789年の司法制度法となる文書を高貴な成果だと褒めたが、 いくつかの注意点も付け加えた。アメリカ合衆国の監修法は定義が難しいことを認めた。しかし、アメリカの尊厳は定義が確定されることと法律に言及する場合は自分の国の法律であるべきことを求めている。もし他国の法律に関する原則が良いものであり、採用する価値があるならば、それを自分たちのものに取り込めば良いと主張した。 憲法の批准は法的な解放の瞬間だったと信じ、基礎ができたので上部構造物を作らねばならないと宣言した。1789年9月、ジョージ・ワシントンはデラウェアの初代連邦地方判事にベッド報道を指名し、ベッド報道はその職を死ぬまで続けた。ベッド報道は地域社会における関心を失うことはなかった。学校を設立することは、 あらゆる面で最重要事項の対象と認められると信じ、ウィルミントンの教育改善のために働いた。ウィルミントンアカデミーの理事会議長を務め、この学校がウィルミントンカレッジになった時、その初代学長になった。またデラウェアフリーメイソンロッジの初代グランドマスターも務めた。ベッドフォードはデラウェア州クリスティアナにあるフリーメイソンのホームに埋葬されている。ニューリーパブリック。 オーガスト7-2002ありがとうございます。